にちは、ぷんです。今日も YouTube 撮っていきたいと思います。今日は6月16日から7月10日までの間開催されているフースさんの名古屋のポップアップストアに行ってきたので、そのお話をしていきたいと思います。ちょっとね、今日夜撮影しているので自然光ではなくてちょっとね影が映ってしまうんですけど、すいません、よろしくお願いします。でまずフースさんのポップアップに行ってきたんですけど、店内の撮影をさせていただいたのでその映像からご覧ください。どうぞ。はい、こんな感じで、ちょっと初めての店内撮影だったのでぎこちなくて、ちょっと全部写すことはできなかったかなって思うんですけど、少しでもポップアップの雰囲気が皆さんに伝わったらいいなと思います。ちょっと今日はフースさんのポップアップに行くっていうことで、去年編んだフースさんのキットのビスチャを着て行ってきました。ポップアップ自体はもう本当にとってもなんかほんわかしていて優しい雰囲気で、京都のお店がねやってきたみたいな感じで、とっても癒される空間でした。ポップアップのメインとしてはファクトリー等がメインで置いてあるなっていうイメージだったんですけど、フーツさんのコットン糸のシリーズのソフトとかパフとかサムとかね、いろんな種類のスタンダードコットンシリーズとかコットン糸のシリーズが置いてあったりとか、あとはオーガニックコットンのビオとかエミリーとかミルキーもあった気がします。あと一番気になっていたスタンダードウールシリーズのビスケとかロビン、ムームあたりが置いてあったのがすごく嬉しかったです。でもう一つ、私はエアリーっていうモヘアの糸が気になっていたんですけど、それは置いてなくてちょっぴり残念でした。
ね、でも本当にたくさんのファクトリー板が置いてあって、この機会にいろんな糸を知れてとっても楽しかったです。あとはいつもオンラインで見ていた毛糸をやっぱり実際手に取って触って見られるので、こう太さとか色の絶妙な違いとか、あとは質感とかが分かるのがすごく良かったし、それをね実際に手に取って選べるっていうのがすごく嬉しかったです。あとはそのコーン巻きの糸以外にもフッサのオリジナルヤーンのイロハとかも置いてあって、思っていたよりねちょっと細くてびっくりしました。可愛かったです。あれはベビーとかキッズにとってもいいんじゃないかなって思いました。あとはねサンプルもたくさん置いてあったり、キットもたくさん置いてありました。結構小物系、こういうマットとかの小物系からウェアとかの大物系まであったので、いろんなねちょっと編み物始めてみたいなっていう人から、ちょっと大物に挑戦してみたいなっていう人まで、いろんな人が楽しんで見られるんじゃないかなって思いました。私はあのオールドクラシックカーディガンの見本がすごく可愛くてちょっと魅力的でした。結構ねインスタグラムとかを見ていても編んでいる方も多いので、人気のパターンなのが分かるなっていう感じがしました。機会があったら編んでみたいです。あとはミニヤンポップもありました。ミニヤンポップ、フースさんでも人気のヤンポップのちっちゃいバージョン、4個バージョンだったかな。小巻きの糸をね自分で選んで購入できるっていうものとか、あとは名古屋のポップアップ限定色の糸とかもあって、ちょっとフース好きにはたまらないポップアップなんじゃないかなって思いました。予約がいらない編みスペースとかもあって、そこでは自由に編むこともできるし、フースさんの糸も試し編みができるみたいで少し置いてありました。やっぱり実際に見ただけではわからないような編み心地までわかるのはすごくありがたいですよね。個人的にはポップアップで買った糸をすぐ編みたいってなった時に、そのお買い物をした後に編みスペースでちょっと編んで帰るとか、そういうことができるのでいいなって思いました。編みスペースもねすごくゆったり編めそうな感じだったのでおすすめです。で、私はちょっとずっと気になっていた糸を手に入れました。それがじゃーん、ビスケです。ちょっと暗くて申し訳ないんですけど、よいしょ、見えるかな。フースさんのスタンダードウールシリーズ、フースファクトリースタンダードウールっていうオリジナルのウール糸シリーズから、ビスケちゃん、ビスケっていう糸を割引価格で今回提供していただきました。ありがとうございます。この糸はウール 100% 100g 300m の糸です。可愛いですよね。3色展開でアイボリーとモカとブラウンがあって、私はブラウンをチョイスさせていただきました。可愛いですよね。このビスケっていう糸がウルグアイとニュージーランドのノンミュールジングウール使用、生まれたまま自然に育てられた羊たちから取れた綿を使用している羊に優しい素材です。さらに無染色のため羊本来の色でお肌にも優しい毛糸ですっていう風に書いてあるんですけど、無染色らしいです。もうなんかウール好きにはたまらない糸ですよね。このブラウンの羊ちゃんがいたんだなって思うと愛おしくなります。でビスケは
洗いにかけると結構ふっくらするらしくて、で私も実際気になってビスケを見に行ったんですけど、ちょっと細いかなっていう印象だったんです。この 100g300m にしてはちょっと細めの糸なのかなって思っていたんですけど、ちょうどねこのビスケで国運チョッキを編んでいるサンプルが置いてあって、それを見せてもらったら、その洗った後結構ふんわりふっくらしていて、触り心地もねちょっとなんていうんだろう、優しい感じになるイメージだったので、ちょっとねこれはその洗いにかけた後の変化も楽しめる糸だなって思いました。楽しみです。私もで、私は今回この糸を使って寺垣美紀さんのフェルマータっていうパターンを編みたいなって思っています。すっごい可愛いんですけど、フェルマータこのねビスケで編んだらさらに可愛いんじゃないかなって思っています。楽しみ。いやー、想像しただけでもう可愛いんですけどなのでね、ちょっと洗いにかけた後の質感とかも気になるので、早速ねこの撮影が終わったらちょっとゲージとかも取って編み始められたらいいなって思っています。でね、その様子とかもまた YouTube とかでお知らせできたらいいなって思っています。あとはフースさんの LINE 会員特典ももらってきました。今月6月は編み針キャップらしいので、ちょっとね忘れちゃいがちですけど、ポップアップでももらえるみたいなので、フースさんの LINE に登録している方はぜひもらって帰ってきてくださいこんな感じで可愛い毛糸も手に入れて、ホクホクな気持ちで家に帰ってきたんですけど、すごく楽しかったです。いろんな糸が見れて、私的にはロビンっていう糸が、ロビン、それもスタンダードウールのシリーズなんですけど、ロビンっていう糸が色もたくさんあってちょっと気になる糸でした。最後の最後まで迷ったんですけど、ちょっと編む手もね足りなくなってしまいそうなので、一旦今日はビスケちゃんだけ連れてきました。それでね、ちょっと気になる糸を実際に見れたのもとっても楽しくて嬉しかったです。何よりもね素敵な空間なので、もし気になったな、行ってみたいなって思った方はぜひ遊びに行ってみてください。フースさんのポップアップは7月10日まで名古屋の堀江ビルの2階で開催中です。ぜひ遊びに行ってみてください。ということで、今日の動画はこの辺でおしまいにしようと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いできると嬉しいです。ぶんでした。またねー。